方園シュタウフェン朝、方園シュタウフェン朝、方変シュタウフェン、1138年から1208年、1215年から1254年は、新聖ローマ帝国の王朝、シュタウフェン朝及びシュタウファー朝とも呼ばれる、シュバーベン大公でもあった。加盟はシュバーベンのシュタウフェン城を発祥とする。イタリアでは、シチリア王国を支配し、1266年まで、 続いた。ホーエンシュタウフェン家は、アラマン二人の有力貴族で、ビューレン博として統治していた。1079年、ザーリア・アサの神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世は、ホーエンシュタウフェン家のフリードリヒ1世に、娘、アグネスを主和せ、合わせて、シュバーベン大公に任命した。これはすでに、シュバーベン大公だった、ルドルフ・フォン・ラインフェルデンが、 対立をとしてハインリヒ四世と衝突していたための措置だったが、フリードリヒ一世は、ラインフェルデン家の断絶後もエイリンゲン家のベルトルト二世と戦い、1九9 8年の和睦で、単独のシュバーベン大公と認められた、ベルトルト二世は、ゼイリンゲン大公を称した。アグネスとの間の息子フリードリヒ二世、コンラート三世兄弟は、ザーリアアサ断絶後の定位継承をめぐって、 ズップリンブルク家の皇帝ロタール三世と衝突したが、1135年に、和睦している。1137年に、ロタール三世が死死がなく死去したため、選定公たちは、コブレンツにて1138年3月7日、次の皇帝選挙を行った。ロタール三世は、後継者に、無こで、ベルフ家出身の範囲理非合眼光を望んいたが、投票では、 公園主タウフェン家のコンラート三世が最多票を得て、新たなローマ王、ドイツ王として選出された。黄岸公は、バイエルン公とザクセン公を兼ねていたため、選定公たちが強力な皇帝の出現を望まず、当時としては弱小勢力に過ぎなかった、コンラート三世が新たな君主として選ばれたからである。しかし、 ローマ教皇から退官式は受けられなかったので、コンラート三世は正式な皇帝に即位することなく、終わっている。1147年、コンラート三世は、ローマ教皇エウゲニウス三世の命を受けて、第二回十字軍に参加し、ダマスカスを包囲したが、イスラム軍との戦いに敗れて命からがら、撤退している。また、号外公とも、神聖ローマ帝国の君主の地位をめぐって争うなど、 その知性は多難を極めた。しかし、コンラート三世は、皇帝権力の強化、皇眼公の捕獲、法援したウフェン家の領土拡大に成功を収め、巧みな外交戦略を持って、ドイツ諸公と提携を図るなどしている。1152年、病に倒れて、死を悟った、コンラート三世は、兄フリードリヒ二世の息子フリードリヒ一世を、後継者として指名し、間もなく、 世を去った。コンラート三世には、息子がいたが、老いのフリードリヒ一世の能力を高く評価していた、ため、あえて後継者として指名したのである。赤身を帯びた髭を持っていたためバルバロッサ、赤髭王と呼ばれた、フリードリヒ一世は、コンラート三世が見込んだ通り優秀な人物であった。まず、帝国の内部を安定させるため、ドイツ諸公に大幅な特権を認め、 優秀な人材を投用して平和令を交付するなどして国を比較的に安定化させた。しかしフリードリヒ一世はイタリアに5度も遠征する。歴代の新生ローマ皇帝が行ったイタリア政策を踏襲し、これを成功させることで皇帝権力の一層の強化を目指したのである。しかしこのためローマ教皇やフリードリヒ一世に支配されることを 嫌ったイタリア北部の都市と対立、構想を繰り広げることとなる。このため、報復として1162年にフリードリヒ一世はミラノを破壊したが、これに強皇アレクサンデル三世は激怒して1165年にフリードリヒ一世を破門する。1168年にはイタリア北部の都市が集結したロンバルディア同盟の抵抗に遭う。 1174年からは国内においてもフリードリヒ一世のイタリア政策に批判的な意見も上がるようになり、1176年にレリアーノの戦いでロンバルディア同盟に大敗すると事実上フリードリヒ一世のイタリア政策は失敗し、1183年にロンバルディア同盟の自治を認めることでは僕した。その後はバイエルン公権作選考、ハインリヒシ公、 高願公の息子の帝国追放などドイツの安定に努めた。1189年、第3回十字軍の総司令官として、イングランド王リチャード1世、フランス王フィリップ2世と共に遠征し、1190年にはイコニウムの戦いで、アイユー部長を中心としたイスラム軍を破ったが、同年6月にキリキアのサレフ川で渡河中に落馬し、溺死してしまった。 フリードリヒ一世の死後は、このハインリヒ六世が後を継いだ。ハインリヒ六世は、妻がシチリア王女コスタンツァであったことから、シチリア王グリエルモ二世の死後、シチリア王位を狙った。これに対して、グリエルモ二世の後を継いだタンクレーディは、リチャード一世やローマ教皇、そしてハンハインリヒ的なドイツ諸公と連合して、対抗した。このため一時ハインリヒ六世は危機に陥ったが、 フランス王フィリップ二世、尊厳王と連合することで、これに対抗し、さらに1192年には十字軍から、帰国途中にあった、リチャード一世を逮捕した。1194年に、タンクレーディが死去して幼いグリエルも三世が後を継いだなどの諸事情もあって、ハインリヒロクセイは優位となり、ついにシチリアに遠征して、同地を征服し、シチリア王として即位したのであった。さらに、 ハインリヒロクセイは当時弱体化していた東ローマ帝国の征服にも乗り出し、1197年には遠征準備に入ったが同年のうちに休止してしまった。有能な皇帝であったが、あまりに若すぎる33歳の死であった。ハインリヒロクセイの若すぎる死は帝国に混乱をもたらした。ハインリヒロクセイにはコスタンツァとの間にフリードリヒ、 後の神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世がいたが3歳の幼少であったために父の後を継ぐことができず後位は空位となってしまったこのため次の後位をめぐってハインリヒ6世の弟フィリップとベルフ家の夫を四世ハインリヒ自主公使との間で後位をめぐっての争いが起こるこの後位争いにはフィリップが勝利したが1208年に 娘との結婚を反対された、ビッテルスバッハ家のバイエルン宮中白夫を8世に暗殺された。その後、後位は、ベルフェン朝の夫を4世の手に渡り、ホーエンシュタウフェン長は一時的に歴史の表舞台から姿を消した。しかし、ハインリヒ6世の忘れがたみである、フリードリヒ2世が成長し、さらに夫を4世がイタリア政策に失敗し、 教皇インノケンティウス三世から波紋、ブービーヌの戦いでフィリップ二世に敗れなどしてドイツ諸公の支持を失ったため1215年に夫四世が敗された後フリードリヒ二世が新聖ローマ皇帝として即位することとなり法院主ウ偏兆が復活したフリードリヒ二世は国内の安定化のために諸公の特権を承認するさらに イタリア政策に力を注いだが、そのために、教皇グレゴリウス九世と対立して、1227年に、破門されてしまう。しかし、破門皇帝のみでありながら、1228年には、第六回十字軍の総司令官として、シリアに遠征する。当時、IU 部長のスルタンアルイコールカーミル、サラディンの老いは、国内での内紛などの所持もあって、 フリードリヒ二世の軍と戦っているような余裕がなく、交渉によって、聖地エルサレムをフリードリヒ二世に譲渡することでは僕した。フリードリヒ二世は多くの犠牲者を出して争ったエルサレム奪回を無欠で果たしたのである。これは現在においても高く評価されている。だが、ローマ教皇はフリードリヒ二世のイタリア政策を嫌って、シチリア国民や彼の長男で、 ドイツ王のハインリヒを先導して反乱を起こさせた。これに対しフリードリヒ二世はハインリヒの造反を鎮圧し、さらにシチリアの反乱を鎮圧したが、今度はイタリア北部のロンバルディア同盟の抵抗に遭う。フリードリヒ二世は同盟軍とたびたび戦って、これを破ったが、決定的な勝利を得ることなくして1250年、55歳で死去した。 フリードリヒ2世の死後、次男コンラート4世が後を継いだが、在位4年で死去した。幼い息子のコラリーノや、マッテのマンフレーディもローマ教皇と争い、その指示を受けたシャルルダン銃によって滅ぼされた。さらに1272年に、フリードリヒ2世の諸子エンツォが、死死のないままボローニャで告死したため、法園主タウフェン朝の断刑は断絶し、 神聖ローマ帝国は大空位時代を迎えることとなった。シチリア王国については、シャルルは1282年のシチリア万島戦争で、シチリア島を失い、マンフレーディの娘コスタンツァと結婚していたアラゴン王、ペドロ三世に奪われ、シチリア王国とナポリ王国に二分された。再統一は1504年までかかることになる。したウフチは代年の、 王朝であった。これは、歴代の王朝、リュードルフィング朝、ザーリア朝、ズップリンゲンブルク朝、ホーエンシュタウフェン朝の中では、最も長い。歴代皇帝には、有能な人物が多かったが、イタリア政策を重視し、ローマ教皇と対立することが多かったため、皇帝派と教皇派の対立、ホーエンシュタウフェン朝の基盤は脆弱であった。 フリードリヒ一世やフリードリヒ二世は国内安定化のため常にドイツ諸公に特権を大幅授与している。フリードリヒ一世は国王直属の官僚、ミニステリアレスを投与することで諸公の力を抑えようとも図ったが今度は逆に彼らを投与することができず近代化においてドイツがイギリス・フランスに大きく遅れをなす一員となった。 ハインリヒ六世は、イタリア政策に成功を収めたが、若すぎる死が、王朝衰退と混乱を招くこととなった。フリードリヒ二世の場合は、イタリア政策を重視する、あまり本国から離れすぎたため、帝国の基盤が固まらなかったのである。しかし、フリードリヒ二世は優秀で、エルサレムの無欠奪還を果たし、エルサレム王としても即位している。ただし、この時の即位に対しては、 イスラム教徒との交渉による産物として、当時としては評価が低く、大板遺憾式には一人の騎士団長しか出席しなかったという寂しいものであった。また、シチリア王国にローマ法に基づく国家法典を制定し、ナポリ大学を建設するなど、シチリア、南イタリアの発展に尽力した。しかし、フリードリヒ2世がドイツの政治を顧みなかったため、 いよいよ帝国の分裂、両方化が進み、彼の時代のドイツ騎士団の東方進出により、プロイセン形成の基礎が作られたのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。